はい、じゃあ、ハギョ、二つ目行きましょう。ハギョ、二番目ですね。やばそうだな。ちょっとやばそうですね。まあ、二番目は今のところずっと、はいはいはい。今のところずっとやばそうなんで。はい、まあ、しゃあないっしょ。ここは我慢しね、我慢ね。そう。二番目は今のところずっとやばいから。まず歯、まあこれだけ唯一うまくなりそうなやつきました。バームクーヘンですね。はい、バームクーヘンです。これね、まあ普通に食ってもうまい、はい、卵と小麦粉、メープルシュガー、アーモンドパウダーとか入ってるやつですね、うん、はい、このバームクーヘンはしっかりじゃ入れようか。はい、大きい。はい、じゃあ、はい、そうそう。うん、まあまずくはない。うん、まずくねえんだ。まあ当たり前だ、当たり前だけど。はい、で次 B ですね。ビスケット、ちょっとしょっぱみなビスケットにしちゃった。何だよこれやばいと。やばい、しょっぱめなビスケット。あ、なんで、なんでしょっぱい。しょっぱいっす。じゃあこのビスケット入れます。砕いた方がいいかな。砕いた方がいいんじゃん。食べ物かずない。結構でもこれ残った。で、フランスパン。はい。そのまんま。そのまんま破って入れます。はい。そのまんま破ったのが、こちらになります。これでも多いぞ、十分。これをさらにこんくらい破かないと厳しいな。うん、でもフランスパンやっぱ生で食うもんじゃないっすね。食えないことはないですけど、フランスパンやっぱり焼かないと美味しくないっすね。フランスパン、はい。ビスタラン、ビスタラン。じゃあもうその間にあなたが切ってる間にもうポップ、ポポちゃん入れちゃいますよ。ポップキャンディー。ふん、ポップっていうのは、ああ、はい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 、もうこういう風に舐めるやつですね、ポップキャンディー。懐かしい、なんかすごい焼肉屋とかで、焼肉屋とかでもらってたやつですね、これ。懐かしいな、なんかあ、なるほど、これか。あ、懐かしい。本当に隠し味程度いいです。結構入れちゃったか。これでも結構入れちゃったと思うぐらい。もうぐらい、もうぐらいだね。うん、じゃあまあ残ります。こちら、こぐらいのね。うまいに決まってる。うん、よっかいんや。まあ、うまいっすよね。で、ポップキャンディーは2つくらい。この棒どうすんの、ね、抜ける、抜ける、抜ける。こう引っ張れば。そうだってた、子供の時から。そうだったでしょ、こう置いて。でも、棒のまま。あ、なるほど。まあそんなわけにいかないからやっぱ抜くしかないな。じゃあこれ捨ててきてください。これはもう、これまあカスとかは残り、まあ後で返し。コブさんに。はい、じゃあ行きましょう。プラ。プラ。プラだね。うん、はい。さあ混ざるかな？混ざるかどうか。すげえ。
なんかこれどうなっちゃうのって感じがめちゃめちゃしますね。うん、さっきは絶対まずい。まずいねこれは。いやーこれはまずい、まずい、まずいと思う、うん、さあ、すべて形と構成出来上がりました。はい、ハ行の2回目、飴とか、パンとかフランスパンとか、うん、バウムクーヘンとか、はい、ビスケットとか、はい、入ってます。ベビースターも入ってます。ちょっと匂い的には、うん、なんか臭い。あー、あかん、これはあかん、臭い。てか、は、バナナがあったな。バナナがあったわ。そう、なんでバナナにしなかったんだろう。大切なものを忘れたね。まあ、小麦粉っぽいね、やっぱり。ふう、間違ったな、ふがしでよかったな。そうだ、ふがしで、フランスパンじゃなくてふがし。ふがしは、ふがし自体甘みがあるからね。うん、うん、うん、はい、全部いけました。あ、すみません。うん、あ、申し訳ない。あ、申し訳ない。まあ、だろうねですよね。どう、甘い、しょっぱい、ちょっとしょっぱいもあるかも。しょっぱいもある。うん、ベビースターもあるかも。ベビースターもある、うん、総合的、総合的には。カギョン2番目に比べたらただマシ、まだマシ、まだマシ。まあそりゃそうだろうな、キムチがやっぱり最悪だもん。キムチ最悪、この中でやっぱキムチが一番最悪なものだっていうのは分かってるけど、けどちょっと俺はこれもきついな。うん、なんか入った、フランスパン、フランスパンだな。これはちょっと行きづらいね。なんでバナナじゃん、バームクーヘンじゃったらバナナでよかったな。そうだよ、バナナ、ね、バナナとふがしにすればだいぶ違ったと思うね。うん、ちょっとリベンジしたいな、これ。バナナふがしだろ。まあいいや、じゃあこれはこれで。どう、ん、うん、うん、喉越しは最悪だけど、まあまずくはないかな。うん、うん、バームクーヘン効いてる、結構バームクーヘン、うん、結構効いてると思う。しょっぱい、シナモン、ちょっとシナモン、しょっぱさ、うん、若干感じるけど、やっぱ消えてるね、バームクーヘンの方が勝ってる、勝ってるような気がする。うん、ただ一杯いけって言われたらちょっときついかな。じゃあ俺が飲むよ。分かった。混ざらないのはよっぽど硬くないと。ああ、うん、だから本当にべっこ飴ぐらい硬くないと多分大丈夫だと思う。うん、どう、いや、でもそこまでまずくはないかな。うん、うん、普通やっぱ甘みが効いてる。あ、飴のやつか、効いてんのかな。確かに甘さが勝ってるね。うん、スランスパンもしょっぱいし、ビスケットもしょっぱいし、ベビースターもしょっぱいはずなんだけど、甘さが勝ってる気がする。うん、うん、やっぱりいかにキムチがやばすぎたか、しょっぱさが。うん、うん、まあバナナとふがしにしたらもっと美味しくなった可能性はある、正直。そうだね、やっぱりここは。ただバナナレベルでバームクーヘンも甘いかなと思う。甘さのその攻撃力が あるのはバームクーヘンもバナナもバナナレベルだかなと思います。うん、まあ飲めないことないね。うん、うん、うん、いや意外と飲める。2番目の中では飲めるよね、マシな方全然。うん、2番目のシリーズでは正直、うん、
いかに今までの2番目がまずかったか分かりますね。はい、じゃあいいでしょう。はい、うん、飲める飲める。あはら、放せん放せん。うん、まあこの辺はまあフランスパンの残りでしょうけど、まあまあそこまで来るってことはない、ガッチガチに残ってるってことはないです。はい、はい、飲めました。うん、まあ悪くないんじゃないかな。うん、いやでも正直ね、2番目の中ではまあ美味しかった方かも。うん、今回ハギョ両方とも、まあ、まあまあ成功といって、まあハギョの1番目は成功、かなり成功で、ハギョの2番目も成功の部類です。はい、ハギョの2番目も成功の部類に入るかなと思います。ということで、今回はハギョシリーズでしたが、どうでしたか。まあまあ美味しかった、どっちも美味しかったような気がするの。まあ、いやだからこれは普通、うん、普通くらい、うん、よかったじゃないでしょうか。2番目もまあまあ飲めて、はい、次回は魔行シリーズということで、魔行はちゃんとあるんだね、大丈夫ね。あるよ。そうだね、モンブランもあるし、うん、マヨネーズとかちょっとマヨネーズとか絶対合わないんでやめてくださいね。うん、メモメロンパンとか普通にメロンでもいいですし、ただメロンはちょっと今回高いと思うんだよね。うーん、だから最悪メロンソーダになっちゃうかも。メロンじゃなくて。最悪メロンソーダあるな。明太子はまあ合わないでしょ。明太子は合わないでしょ。はい、ということで、はい、今回ただ無がないね。無がちょっと疑問ですね。はい、今回はこの辺でさよなら。